労働新聞5月31日付に広島で披露された醜い仮面劇と題した軍事評論員の文が載りました。文はこのほどアメリカ大統領オバマが人類史上初めてアメリカが落とした原子爆弾による約26万人の無辜の人命が核の惨禍の中無残に亡くなった受難の地である日本の広島を訪れた。世界はアメリカ当局者としては今回初めて広島を訪れたオバマに目線を向けた。それは今回オバマが核の惨禍を振りかけた手腕として日本人民と世界の前に公式に謝罪するだろうし、これに見習って安倍も大東亜共栄圏の妄想に取りつかれて軍国主義最新略の道に入らないだろうとの期待からであった。しかし現実は人々の考えとは全く違っていた。反抗者としての罪意識は愚か、まるで遊覧にでも来たかのように広島のあちこちを出回り、核なき世界、戦争被害者のための追悼などという聞こえの良い言葉遣いに没頭するオバマが呪われるべきならず者そのままだとすれば、その下僕のように終始黒い表情でついて回りながら自分たちが被爆者だということを見せようと必死になった安倍も悪賢い商売人を彷彿させた。オバマの広島訪問は日本の過去の罪に免罪符を投げて軍国主義最新略の翼をつけてやり、アジア太平洋地域に対する支配権を簡単に握ろうとの狡猾で陰険な企みの現れだ。またオバマの広島訪問の前期間、安倍が見せた集大は受難の被害者になりすまして過去アジア諸国に計り知れない被害を与えた戦争の責任から逃れ、軍国主義復活を極力推進しようとの野望で一貫していた。オバマは今回の広島訪問を通して侵略の野望を実現するためには共和国を第二の広島にすることもためらわない凶悪な核戦争の企図を隠さなかった。今のようにアメリカが核の脅威と恐喝を追求して核戦争の道を突っ走るほど、また日本が核を反省し生産する代わりに回避し逃れようと小細工を浪するほど惨めな終焉が迎えるだけだと指摘しました。朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンは、欧州連合が不当な対朝鮮制裁を行っていることを受け、5月30日、朝鮮中央通信社の質問に次のように答えました。最近、欧州連合は対朝鮮制裁の対象を拡大し、共和国との貿易に対する政府の支援と一連の部門に対する投資を禁止し、欧州で共和国の航空機と船舶の離着陸及び領空の通過、入港の禁止などからなる追加制裁なるものを立て続けに発表した。欧州連合は対朝鮮制裁の理由として共和国の正当な自主権の行使と自衛の措置が国際平和と地域の安全に有し脅威になるからだという途方もない口実を設けている。国連憲章をはじめ国際法のいずれにも核実験や人工衛星打ち上げが国際平和と安全に対する脅威になると規制した項目はない。共和国の核抑止力の強化と平和な宇宙開発が脅威になるとすれば、核兵器を維持強化し衛星を引き続き打ち上げている欧州諸国の行動は何者かということだ。国際法は平和な時期に主権国家に対する封鎖型の制裁は侵略行為に不法になると規制している。欧州連合の今回の制裁はアメリカが共和国に対する全面封鎖の問題を国連安全保障理事会で採決しようとして失敗するや、国連憲章にまで反して作り上げた独自制裁を招いたものだ。現実は欧州連合が共和国を押しつぶそうとするアメリカの敵視政策に露骨に便乗していることを見せている。欧州連合は中東地域の主権国家を転覆したアメリカの政策に追従した結果、史上最大の難民危機に陥ったことから教訓を汲み取り、分別ある行動を取るべきだ。欧州連合は国際的正義と公正を保障するため努力できないなら、複雑な内部問題の解決にでも集中するのがよかろう。制裁で共和国を変化させると思うのは誤算というもので、その制裁というのは共和国の持久力を一層強めるだけだ。
第18回国内外同胞の平壌医科学討論会に参加する在日本朝鮮人医学協会キムデシク副会長が5月30日空路平壌入りしました。朝鮮民主主義人民共和国国防委員会政策局の談話を5月26日ロシアのタス通信新聞ロスコフスキーコムソモレツアメリカの UPI 通信日本の共同通信が報じました。新聞と通信は談話の詳細を伝えました。南朝鮮対外本部の幹部たちの無謀な軍事的盲導を絶対やらさないと題した朝鮮人民軍総参謀部の通帳上5月28日と29日ロシア、中国、レバノン、トルコ日本の新聞通信ホームページが取り上げました。軍需人民蜂起36周年に際してイギリスの進歩的な政党と団体の集いがロンドンで行われました。イギリス新共産党とイギリス戦後政治研究会などが参加した集いで発言した人は軍需人民蜂起は南朝鮮に対するアメリカの植民地支配とチョンドーファン軍事ファッション集団の独裁統治を終わらせ自主民主統一を成し遂げるための南朝鮮人民の英雄的構想であったとし軍需構想の有志たちの願いを実現するためには南朝鮮でアメリカの植民地支配を終わらせるべきだと述べました。これでこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はカンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。対決ムードはおる人間交代してお話ししましょう。周知のように共和国はいろいろな機会とルートを通じて南朝鮮当局が北と南の関係を改善し音楽史に記される自主統一の偉業を繰り上げて達成しようとの民族皆の強い意志をはっきり見極め社会的かつ理性的な選択肢を選ぶことを提案しました。しかし南朝鮮保守当局はこれに極めて挑発的で意地悪い人間で答え対決ムードを一層煽り立てています。このような対決騒ぎの主役を買って出たのが他ならぬ南朝鮮の統一省本院家です。最近本院家が入っている農民は全てが初歩の現実感覚と判断能力に欠けた対決分子の戯言だけです。今アメリカと周辺諸国はもちろん南朝鮮内部からも北と南の対話の再開を求める声が高まっているのが現存たる事実です。にもかかわらず本院家が今は対話をする時ではないと青筋を立てているのですからそれが精神病者の奇弁でなくて何でしょうか。さらに共和国の北と南の軍事会談の提案を核開発の責任を棚を上げての免疫用だとし北の核開発意思をくじくべきだと言ったのは世情に疎い低能の思考水準をそのまま見せるものです。対決的思考を天性としている本院家のようなものが統一省の座についているので北と南の関係が悪循環を繰り返すしかないというのは明らかなことです。本院家は統一省に赴任するが早く共和国に因縁をつけた挑発的な文言を吐いて内外世論の非難の的となりました。当時世論は能力ゼロ道徳ゼロの無知で高慢無知な者が統一省の市長に座って大統領府の突撃隊の役を担っているので北と南の関係の前途はさらに暗くなるだろうと懸念を表しました。今南朝鮮で同じ民族との対決だけを招く災いの元ではある本院家を直ちに統一省のポストから下ろすべきだという世論が高まっているのはあまりにも当然のことです。本院家が熟考に欠けた発言を連発しながらあがいても北と南の関係改善を目指す時代の流れを逆戻りさせることはできません。南朝鮮の凍結者たちは共和国の対話の提案に伴われた深い意図も見極めず頭から否定し人間が吹くのがどんな悪結果をもたらすかを熟知し無分別に振る舞ってはなりません。対決ムードを煽る人間広大師と話しました。
は D-Boy と女子。1日は偉大なキム・イルソン主席の祖母であるルイ・ボイク女子の誕生140周年になる日です。日本の過酷な弾圧と迫害、歴史にかつてない最も悪辣な植民地支配と略奪のため、万元で一家の人たちも貧しい生活をしました。ルイ・ボイク女子は貧しい中にも村人に優しく接し、熱い人情の持ち主でしたが、日程には断固立ち向かいました。息子と孫などを革命の道に立たせたので、万全で一家に対する日程の弾圧と迫害は即に達しました。しかし女子はあらゆる困難や心の痛みにも打ち勝ちました。いかなる強権や不義にも屈しない強い信念と御さを、これが女子の先生でした。3月は遠く流れましたが、それについての伝説のような話が伝えられています。27年、1938年のことです。キム・イルソン主席が導く朝鮮人民革命軍は日帝軍に手荒い打撃を加えていました。これに合わせた日帝は奇人工作班を作って指摘の成果に送りました。奇人工作班の者たちは札束まで出して、女子に何をよく口説いて連れてくるようにと懐柔しました。しかし女子はその要求を断固はねのけ、直ちに出て行けと怒鳴りました。改造の方法では通じられなくなると、日帝は高齢の女子を強制的に、主席が武装闘争を繰り広げていて中国東北地方の山中に連れ回しました。しかし女子は日帝と同等と立ち向かいました。女子は日帝とその手先たちのしつこい怪獣と脅しにもめげず、お前たちが俺を殺せば孫がお前たちを放っておかないだろうと言っておののかせました。女子はこのように心が強く強靭なので、日帝とその手先たちの過酷な弾圧の中でも、息子や孫が革命闘争を行っていることをこの見えない誇りとし強く生き抜きました。社会科学院のキム・イルソン主席の革命活動歴史研究所の研究室主任、ムン・ジョンチョルさんはこう話します。위대한수령님께서는우리할아버지할머니는일생을농사밖에모르고살아오신キム・イルソン主席が、私の祖父母は一生野良仕事しか知らずに生きた田舎の年寄りだったが、正直に言って私は彼らの不屈の革命精神に感服し大いに励まされた。これは一度や二度戦闘に参加したり数年間獄中生活をすることよりもはるかに難しいことだと思い起こしました。このようにリーボイク女子は貧しさと日系の過酷な迫害の中でも民族の魂を曲げて、息子や孫の革命活動を心から援助した熱烈な愛国者でした。熱烈な愛国者リーボイク女子についてお話ししました。